この番組は僕がいつも食べている冷凍宅配食ナッシュの提供でお送りします。お疲れ様です。お疲れ様です。商売の都大阪市に普通に僕も商売で来たんですけれども、そんな新幹線で大阪に出張に行く人たちにとって日常のサイトとなっているのがこのエクスプレス予約。これを使うと東海道新幹線がもっと安くまた面白くなります。これ手が滑ったらやばいんでこっちでやっとこう。最近東海道新幹線にこういうビジネスブースになるものができたそうで、僕もまだ使ってないんですけれども使ってみようと思います。列車の中にこんな個室みたいなのがありまして、7号車を利用した人だけがですね、これを、予約して使うことができるというビジネス用の簡単な個室でございます。で、僕も今日ね帰り新幹線の中で、これ本当にビジネスをやりながら帰ろうと思うんですけれども、まだサービス始まったばかりなので、毎日その日によってですね何時の列車にこのビジネスブースがついているかというのが違います。で、これをですね、ちょっと確認するためにまずこれ見るんですけれども、東京行きの、のぞみ号の場合ですね、この表によりますと一番下ですね、のぞみ445新大阪発東京行き新大阪18時51分発のこの列車にはビジネスブースがついていると言いますから、じゃあこののぞみ445で帰りましょう。今18時7分なんでね、この間もぴったりです。で、のぞみ号の7号車は今ですねこの予約サイトエクスプレス予約を使っている人だけの専用車両となっていまして、これで空席をですね18時50分440号の、普通車の指定席を調べますと EX 予約 S ワーク席というのがあるので、これをこの枠組みで予約しないと、さっきの個室を使うことはできないそうです。これの座席は多分ね空いてると思います。あ、でもまあまあ乗ってきてますね。もう窓がちょっとしかないじゃないですか。じゃあこの2番のアメリカ席にしましょう。はい、予約を続けます。13,620円。これはのぞみ号の、自由席の値段なんですけれども、このエクスプレス予約のサイトを使うとですね自由席の値段で指定席に乗ることができる、ちょっとお得になるわけですね。はい、予約できました。じゃあ今から梅田回って新大阪駅に行きたいと思います。これは御堂筋線の方に行った方がいいのかな。この大阪で最も活気があり実際にぎわっているビジネス街から新幹線に乗り継ぐには地下鉄線の淀屋橋駅に行くのが便利です。出張の人はみんなそうしているでしょう。新大阪駅に着きました18時37分です。18時51分の、S ワーク席ですね、これを受け取ります。受け取りのぞみ445、大丈夫ですね。はい、多分切符1枚が出てくるのかな、2枚出てくるかな。出ました、2枚でしたね。通常はですね新大阪東京間14,680円くらいだったかしたと思うんですけど、だいたい1000円ほど、このネット予約すると安くなります。またどっか書いてあるこの S ワーク席というやつなんですが、これは社内でズームしたりとかですね会議したり、電話したりということも OK なサービスになっています。また基本的にこの7号車はグループでの予約はできないので、ほとんどの全員のお客さんが1名単独で乗っているはずです。つまりですねこの7号車には東海道新幹線の常連や特にビジネス客ばかりがたくさん乗っているということなのです。で、ここにビジネスブースというのがありますわ。確かにあるわ。ここに書いてありますように7号車を今のようにネットで予約したお客様専用、利用料は無料です。で、1名または2名の貸し切り利用ということになるのかな。で、最大30分一度に利用することができるということです。で、このように、一旦ですね予約をしてからなんですけれども、これどうやって利用するのかというと、あ、ごめんなさい、予約しなくてもいいんだな、そのまま入室しても使えるみたいです。ちょっと誰かが予約しているか見てみましょう。今はですね予約してる人はいないみたいですね。車内になんかこういうブースの照明が案内があるんですけど、なるほど。今ちょうど予約者もですね利用者も誰もいないみたいなんで、ちょっとここの間に取らせていただいてるんですけれども、もともと喫煙ルームだったところですね、それをこういう風なビジネスブースに改装してですねコンセントをつけたりとかですね、Wi-Fi を設置したりとか、あとなんか椅子も前よりというかいい椅子が設置されましたよね。で、僕もですねこれからうちの会社の定例の電話会議みたいなのがちょっとありますので、それをこの列車の中でやろうと思うんですが、もうちょっと後だから、ね、一旦ここは出ることにします。つまり下見ということでした。このプッシュのボタンを押して開けます。自分の指定された席7号車2番の A 席に座ってるんですけれども、席に座るとですね前の座席の裏のところに
普通の他の車両にはないリーフレットが入っていまして、さっきのビジネスブースの案内、そして、予約サイトの案内などが入っています。まあ、これ QR コードからアカウント作成して予約できる、予約しなくても空いてればそのまま使えるというシステムらしいです。予約というのは一応あるんですけれども、ただ列車に乗る前に予約することはできなくて、予約はですね、基本的に乗り込んだ後その車両の中でやることになっています。で、時間は30分間ということですね。お金はかかりません。アカウント登録だ。あ、なんかね、時間を指定して予約するみたいなことはできないみたいですね。あの、予約っていうよりもなんか順番待ち、レストランの順番待ちみたいな感じらしいです。誰も使ってない場合はキープというのができまして、これを押すとですね、10分間は誰も使わないようにできるみたい。窓側に座ったら通路側 C 席にも人が来まして、でパソコンやり始めたんで、ちょっとねすぐ座席から出てくるところだったから、あ、すいません、じゃあちょっとパソコン広げられるとお邪魔になっちゃうんで先通路出ていいですかって言って、あとぞろぞろって言って、一旦ちょっとこうテーブルを畳んで撤収してくれたりしたんですが、で、まあ、7時過ぎからですね、定例の電話みたいなのをするんですけれども、だからまあちょうどいいです、キープしておきましたが、そろそろ席に入りたいですね。まあ、さっき一度入ったところですが、ピッと開けて、まあ、元々の喫煙室と同じ仕組みですが、喫煙室は元々ドアを開けるときにチャンラーンって音がしましたが、音はなんかしなくなりました。そしてありました、予約済みの席ですというふうに出てます。で、予約済みの席なんだけど誰かが勝手に入っちゃうことができるんですが、そういう時にですね、ここ予約済みの席だからちょっとどいてくださいよみたいな、ことをなんか勝手に座ってる人に鳴らす機能もあるらしく、予約済みをお知らせするっていうボタンを押すとですね、なんか鳴るらしいんですけど、お客別のお客様が座っている場合は対象テーブルのタブレットで予約済みの席であること、あ、本当だ、予約済みの席ですからちゃんと開けてくださいねみたいなアラートを鳴らすこともできるらしいです。で、私は予約しているので、これのですね606というのをここに入力すると、これで30分間この部屋は私のものになるとのことです。アンケート、利用人数は1名ですね。で、利用目的はですね、電話、ビジネスブースがあることをいつ知りましたか、乗車前から知ってました、もちろんですよね、鉄道マニアなら。より詳細なアンケート、まあ、ちょこれはまず仕事しましょう、すいません。で、まあ、まずちょっとね使用の準備をしますが、あの、僕ちょっと電話なんでね、スマートフォンはちゃんと充電しないといけません。あと、まあ、この環境なんですけど、あの、上に車内放送のマイクがついているので、放送がうるさいからカットしたいみたいなことはできないみたいですね。ご利用くださいましてありがとうございます。まあ、こんな感じで大きな音で入ります。あとこの椅子なんですが、まあ、このような絶妙な座り心地をしてるんですけど、これ革のビニールなのかな、ちょっとわからないですが、座り心地はね結構いいです。足元にご注意ください。いや、ちょっとね、本当にね、これでちょっと分かるかどうかなんですけど、あの、意外なほどに座り心地はいいです。あとちょっと太っていると、あの、やっぱ居住環境としては厳しいのかなという気がしますが、まあ普通体型であれば大丈夫だと思います。極端に太っていると、あの、きつそうな幅ではあります。それからこの窓から見る景色すごくいいんですよね。本当なんかできる人間になったような気持ちになってきます。冷房が結構効いてまして、換気もやっぱ元喫煙ルームですからね、ガンガン換気されているみたいで、新鮮な空気、ちょうど近鉄電車がホームに入ってきているのが見えますね。おっとっとっと、これ駅になんか入るときに減速が勢いよくてなんか回っちゃいましたね。これ回らないようにすることはできるのかな。あ、ここに、あの、足を乗せるところがあるんで、小柄な人でなければここに足を乗せておけば椅子が回っちゃって変なところへみたいなことはあまりないと思います。じゃあそろそろね、本当に電話の時間になると思うんですけど、まだあと1分ありますね。その間にもうちょっと内装の紹介します。あの、周りが全部ですね、このように中が見えないようなガラスに変えられていますが、前はこういう風なのではなかったと思うんですよね。要は、あの、この中の情報、まあ、企業秘密とかをね、あの、一般的に扱うわけですから、それが外に、あの、漏洩してしまうと困るじゃないですか。電話がこういう風にできるのも、やっぱ企業秘密を社内で気楽に喋ったりとかね、デッキで喋ったりっていうのはちょっと問題がありますし、落ち着いてこういったやり取りをできる場所としてはすごいありがたいと思いますよ。あと、デッキでなんかずっと立って電話するのってなんかあんま快適じゃないし嫌なんですよね。ということで19時5分になりました。
多分本当に電話かかってくるはず。来ました。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、じゃあ、本当にこれ動画で使っちゃって、それは非常にありがたいんですけど、ただやっぱりちゃんと先方に利益を提供できるかどうかっていうのはちょっと不安なところがあるじゃないですか。まあ、ちょっとやっぱりきちんと効果をお届けしたいので、少しちょっと時間いただいて、当社でなるべくお引き受けしたいんですけど、許可取りってあれですよね、なんか撮影許可とかですよね、各施設等の。そうですよね。今日今から余った時間で新幹線の車内で、工程考えようと思います。はい、上場の、はい、確認すればいいですね。そうですね、はい、すいません。ですね、電話をしてたらですね、あと9分でご利用時間が終了しますという文字が出てきました。お、マジか、延長したいなと思ったんですけど、現在満席のため延長はできません。多分誰かが順番待ちしてるってことですよね。今ね、ちょっとうちの会社のもうスタッフとまさに電話中で、ちょっと一旦待ってもらってこれ喋ってるんですけど、これ遅れちゃうと悪いんで、あと3分ぐらいになったらここは諦めてね、出ようと思います。まあ、あと6分ぐらいは落ち着いて電話できますね。なのでお引き受けする前からやってるんで、ちょっとなんかそれを紹介すると今更感が映像に出てしまう可能性があるので、すいません、ありがとうございます。あ、ちょっとすいませんごめんなさい。ですね、今なんかこれ見たら、あと9分でご利用時間が終了します。さっきも9分だったんですけど、もしかしてこれあと9分になってからカウントダウン減ってないんじゃないのかな。ちょっとなんか怖いんで、もうそろそろ時間だと思うんですね。ちょっと終了しとこう。あれですね、なんか時間切れになったような感じがしたので、とりあえず後の方がね、順番待ってるとまずいから、慌てて外に出てきまして、その後このデッキのところで電話を続けていました。でやってみてすごい思ったんですが、やっぱりね、この中でこのブースがあるんですけど、このビジネスブースの中で電話するのとここで電話するのとじゃ全然違います。まあ、やっぱデッキは騒音が入ってきますからね。スピーカーでスマートフォンの音量を最大にしてもなかなか聞こえなかったりとかですね。その社員との電話というのもただ別に電話しているわけではなくて、この社員が送ってくれる資料があるんですけど、その資料を見ながらスピーカーでこうやって喋ってるんですよ。だからよくあるこういう風なやり方で電話をしてしまうと、その資料が目で見えないじゃないですか。だからスピーカーで話したいんですけど、全力で音を出しても結局こうやらないで聞こえないから、こうやって見てこうやってみたいな、これすごい忙しい電話になってしまって何が何だかわからないです。でもこの中だったら防音が結構効いているので、普通にスピーカーでやっていけばね、あ、なるほど、こういう風になってるんだなっていうのを見て、はいはい、これはこうですねって言えばいい、超便利。まあ、7号車は S ワーク席なわけですから、別に車内でね電話するのは全然問題ないとは思うんですが、とはいえちょっとねやっぱりやりづらいものがありますし、車外機の情報をスピーカーでまさか新幹線の車内で喋るわけいきませんし、ビジネスブースの有用性は大変高かったです。で、名古屋からあと、まあ、誰か30分経って乗りに来る、使いに来るみたいな感じだったんですけど、今のところね誰も使いに来る気配がないんですよ。それどころかなんか画面がこんなになっちゃってね、通信できていません。この席をご利用の方はスタッフにお声掛けください。なんか不具合が起こっちゃったんですかね。多分この席の予約状況を管理するためのネット通信が何でだか分かりませんが、今できなくなってしまっているみたいです。まあ、それはちょっとシステム上の、ね、問題とかなんだろうと思うんですが、だから多分もう予約不能、新幹線の指定席がこの予約不能みたいな状態になったらとんでもない大パニックですけれども、まあ、まだね試験運用しているような状態だと思うので、まあ、こういうこともあるっていうのもおそらくですね、新幹線の JR 東海さんの中でも、まあ、想定していることだろうと思います。多分このアプリに予約してる人がいたんで、延長はできませんって言ってたんですけど、多分いなかったんですよね。今も別に誰もずっと僕ここにいますけど誰も来ないですし、だから本当だったらまだ電話ちょっと続きそうだけど制限時間になっちゃって予約がないって言ったら、多分このボタンをピッと押してもうちょっと延長みたいなことが多分できるんでしょう。このビジネスブースすごい仕事の場所としては居心地はいいんですけど、座席より居心地がいいということはあります。やっぱちょっと狭いですしね。だから絶妙のバランスですよね。座席より快適だから会議なんかないけどこっち来て一人でのびのび使っちゃおうみたいなですね、目的外利用みたいなのは、まあ、起こり得ないような気がします。その後は普通に座席に座って東京駅まで移動してきました。これがそのビジネスブースの外から見て外観ですね。まあ、全然普通というか喫煙ルームと外からでは違いは分かりません。
相席した方が視聴者の方でした。たまたまね、あの もともとでなんかいろいろ気を使ってくださってたんですけど、後であのお互いに、あ、スーツさんだったんですかみたいな感じの話になりまして、まあ、あのいろいろ話できたんですけれども、あのいややっぱりね、なんかあの7号車指定席に乗ってるとビジネスブース使うとか関係なくね、あの客層がやっぱりいいような気がしますね。さっきなんか行きの光号の車内ね、リクライニングをまあ20度ぐらい倒したら、なんか後ろのあのやからみたいな人がね、あれこいつこれどこまで倒しやがんだとか言って、なんか僕の座席バーンとか蹴ってね、うおい、なんかこんなやつマジでいるのかよみたいな、まあちょっとその話もね、まだあの後日したら面白いと思うするんですけれども、あの7号車とかでそういうトラブルになることってどうなんですかね。やっぱまあどこにもトラブルを起こす人はね、まあいると思うんですけれども、あのまあ車内の治安向上、なんか危ないことがあったらば事件に発展しないように注意したいと思います。ありがとうございました。今ね、大阪に出張できまして、取引先の会社で動画撮ってるんですけれども、このね、ナッシュさん、冷凍宅配食のナッシュ、いつも宣伝してると思うんですが、これ超うまいんですよ。新しいメニューなんですが、チキンナゲットね、これね、これつけて食べても美味しいし、まあ、ちょっとね、まずちょっとパターン紹介させてください。ここにね、こういう風な、あの、マッシュポテトみたいなやつと、マスタードをこううまく混ぜたのがあるんですが、これね、重ねて食べるのもね、うまいんですよ。だいたい1食5、600円ぐらいですよね。で、あの、家にこういう風なのが届いて、栄養のバランスも良くされたものをですね、食べるだけ、温めて食べるだけ。超楽で美味しいんですよね。要は結局ね、美味しいものを冷凍庫にずっと常備しておいて、ただ食べるだけなんですよ。それでこんなにいい食事できるのか。ホテルの朝食をイメージして最近新メニューを開発したらしいんですが、ホテルの朝食は、普通に超えてる美味しさだと思うんですよね。お世辞抜きの感想なんで、ぜひお試しください。